どうも母ちゃんです。ということで今日はオクラを長く収穫するためにやってほしい作業について説明していきたいと思います。はい、ということでね、こちらオクラ畑になっているんですけど、まあね、皆さんお気づきの方もいると思うんですけど、僕ん家のオクラがね、背が低くなっていると思います。で、これは台風によってやられたわけではなくて、あることをね、意識したためにこのね、オクラの木っていうのを低くね、カットしました。またこのカットした方法、理由については次の動画でね、お話ししたいと思うので、そちらの動画も楽しみに待っておいてください。で、幸いね、先日台風10号がね、起きてきたんですけど、関東にね、直撃する前に無事にね、それてくれて、まあ、僕の家では大風によるこのね、野菜の被害っていうのはなかったです。まあ、なのでオクラのね、木っていうのは結構ね、風に吹かれて倒れやすい野菜とはなっているんですけど、それもなく無事にね、オクラ育ってくれているので、まあ、皆さんのお家でもオクラ育ってる方いると思うので、台風の被害があったよなかったよっていうのもぜひね、教えてください。で、また台風の被害があった方に関しては次の動画で話す内容とリンクしてることがありますので、ぜひそちらもね、楽しみに待っておいてください。で、オクラに関してなんですけど、オクラはとてもね、暑い気候っていうのを好みます。なので9月に入ってくるとちょっとずつね、気温っていうのが落ち着いてきて、オクラの実の成長が少しね、遅くはなったりするんですけど、うまくね、栽培をしていくことで11月また12月ぐらいまではオクラもね、収穫できるようなものとなりますので、ぜひこのね、長期間収穫することによって、その分ね、またいっぱい収穫量っていうのも上がると思いますので、ぜひ本編で説明する作業を皆さんやってみるようにしてください。ということで、オクラを長く収穫するためにやってほしい作業について詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、こちら現在のオクラの様子です。で、オクラね、僕ん家こんな小さかったっけって思う方いると思うんですけど、まあね、オープニングでも話した通りで、ある作業をね、行ったからです。なのでまた小さくね、背が低くなっているんですけど、こんな感じでね、オクラまたいっぱいね、なってくれているようになるので、まあ、このね、作業に関しては次の動画で言うので、皆さんもね、楽しみにしておいてください。大きいものに関してはこんな感じでね、まだ背丈っていうのがね、高くなってくれています。なのでこういったものを残す株っていうのと、この背丈を低くしてまた成長し直す株っていうので、またね、栽培の方法っていうのは分かれてますので、まあ、皆さんもね、こんな感じで臨機応変にオクラの栽培方法っていうのを変えてみるようにしてください。なのでまたここからね、小さいオクラっていうのがちょっとずつできてきて、下の方からもね、まあ、こっち花閉じちゃってるんですけど、この奥にもしっかりとね、花が咲いてる状態となっています。オクラを長く収穫するためにやってほしい作業について3つ説明していきます。1つ目が風対策、2つ目が葉をカットする、3つ目は実を大きくしないです。それぞれ詳しく説明していきます。1つ目の風対策からです。で、この風対策なぜしなきゃいけないかというと、これからまた台風のね、時期っていうのがやってくるからです。で、台風になるとやはり雨だけではなく風がね、吹き荒れます。なのでその風が吹き荒れたタイミングでオクラの株がこうね、揺らされてしまって、いろんな方向にどんどん揺らされてしまうことによって、根っことかにね、傷っていうのがつきます。で、この傷がついたタイミングで根こぶ線虫の被害を受けてしまうようになります。で、この根こぶ線虫の被害を受けるとどうなるのかといったら、最悪の場合ね、枯れてしまってもうオクラね、そのまま収穫できなくなってしまったりもするので、まあ、皆さんの場合そのようなことを起こさないためにも、しっかりとね、風対策っていうのを行うようにしてください。この風対策何をすればいいのかといったら、アーチ支柱っていうのを立ててあげて、そこにビニールテープで紐をね、貼るようにしてください。まあ、なのでこの写真のような感じでオクラを育ててあげると、台風のね、風被害っていうのは結構ね、収まると思いますので、皆さんそのようにしてやってみてください。で、またはこのね、長いね、イボタケ棒の支柱っていうのを等間隔で刺してあげて、そのね、上ら辺にビニールテープっていうのを貼ってあげる。そういうことでオクラの株がこのね、暴れる範囲っていうのを限定してあげることによって、風によって煽られる心配がなくなるので、まあ、そのような形で心配な方はイボタケ棒を刺してオクラの風対策をやってみてください。で、基本的にはこうね、アーチ支柱を立てて、そこにビニール紐をね、貼っていくだけでいいものとなりますので、まあ本当に風がね、心配な方、または台風がね、直接当たる地域の方なんかは、事前にね、もう今のうちからこの対策っていうのをしてあげてください。今年に関してはもうね、アーチ支柱取ってしまったので、またね、やるってなったら、この手間暇っていうのがかかってしまうので、やられたらやられたでもうね、諦めがついてるので、まあね、僕んちはこの風対策がしていないんですけど、
まあ、皆さんのお家では風対策するようにしてください。まあ、僕の家では結構な数のオクラを育てているので、多少やられたとしても他のオクラがその分ねカバーする状態となっているのでやってないんですけど、皆さんの場合ですと本当に、ね、数株だけっていう方もいると思います。なのでそのような方はこの風対策必ず行うようにしてください。2つ目の葉のカットです。でこの葉のカットなんでしなきゃいけないのかといったら、1つ目に続いて風対策になってくるからです。でまたいらない葉っぱをつけておくことによって、もうね病気とか害虫のね被害に遭いやすいということもあり、葉のカットはもうねほんと定期的にね行うようにしてください。でなぜこの葉のカットをするのかといったら、オクラね上の方になるとこの風にね煽られやすくなってしまいます。今実際にちょっとね見せるんですけど、こんな感じで僕のね右手側には大きなねオクラの木っていうのがなってます。この葉っぱをずっとつけておくと、やはり風にね煽られてしまいます。なので大きい葉っぱがあればあるほど風に煽られて折られるねリスクっていうのが出てきてしまうので、そのようなことを起こさないためにもしっかりと葉のカットっていうのは行うようにしてください。では実際にねカットしてみます。はい、ということで葉っぱのカットの方法なんですけど、葉っぱがねこんな感じで大きくなると結構ね揺さぶられます。こんな感じで、なのでこういう揺さぶりを抑えるために、少しでも上の方っていうのは風の影響を受けないようにしたいので、こんな感じでもうね葉っぱをどんどんねカットしていきます。でだいたい葉っぱは5枚ぐらいあればまたねオクラっていうのは成長が早いので、どんどん光合成して大きく大きくね育ってくれるようになりますので、皆さんもね5枚ぐらいの葉っぱを残して、あとは全部下の方の葉っぱっていうのは切ってしまうことを忘れずやってみてください。なのでここもこれね切ってしまいますし、切ってしまいます。なのでこの葉っぱをね切る適用っていうんですけど、適用作業に関しては本当にね忘れずやってみてください。なのでこれだいぶねすっきりしましたね。なのでまあこれも上の方の葉っぱっていうのが隠れてしまってるので、こんな感じで切ってあげることでまたねすっきりしましたね。ですっきりした状態で葉っぱを数えてあげると、まあ、ここに1枚2枚3枚4枚5枚です、ね、なので5枚ついてるので、まあ、これはこれ以上切らない。これで6枚か、下で6枚ついてました。で今度隣の株1枚2枚3枚4枚5枚です、ね、これも5枚です。で続いてこの一番手前ね、手前に関しては1枚2枚3、4、5、6枚ですね。6枚あります。なのでまあもう一つ切ってもいいんですけど、まあこの株はねこの株で6枚で全然育てることができるので、こんな感じで葉のカットもしっかりとしてください。これによってこの風でね煽られるっていうのが、先ほどに比べたら激しくない煽られ方をしているので、こんな感じで栽培をしてあげましょう。3つ目の実を大きくさせないです。でこの実を大きくさせない理由としては、オクラっていうのはやはりね実を大きくするのにエネルギーっていうのを使います。なので実を大きくしすぎる、またね取り忘れとかしてしまうと、1日でバッて一気ねオクラの実っていうのが大きくなってしまうんですけど、その大きくした分のエネルギーっていうのがオクラね蓄積されることによって、どん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 オクラの成長がね悪くなってしまったりもします。なのでそのようなことを起こさないためにも、多少小さいうちから取ってあげることで、この時期っていうのはまたたくさんの実がついて、それをねどん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 取ることによって、収穫量を落とさずね大きさだけね落としてあげることによって、収穫量をあまりね変わんないようにするっていう方法がありますので、その方法を使うことによってより長期的にオクラにストレスをねかけることなく育てることができるので、実を大きくさせずに収穫すること、皆さんねこちら意識しておいてください。でこれによってオクラ自身の木にかかるストレスとかっていうのを減らすことができます。例えばですけど、オクラがまあ大体ね1000ポイントのライフポイントを持ってたとします。でこの1000ポイントを使い切ったらもうオクラの実がならないっていうことになるんですけど、この1000ポイント全部が全部大きいオクラにしてしまうと、このね本数っていうのが限られてしまいます。なのでその3分の2ぐらいの大きさで取ってあげることによって、これからの季節ねどん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 また寒さっていうのが来て、オクラの成長っていうのが鈍ってきます。なのでその鈍った分、この実をね大きくさせすぎないで、今までの収穫する大きさよりも少し小さめに取ってあげることで、オクラのエネルギーっていうのをちょっとずつちょっとずつね節約することができるので、節約した分このねオクラの実がまたついてくれるっていうことにもなりますので、このね実を大きくしないで収穫作業っていうのをぜひしてみてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。
ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。